なんかショートメールでこんなん来ました。物価高騰応援憲章にご当選おめでとうございます。当選確認は下記にお電話するだけってありますね。ちょっとこれにね、電話してみます。どうなるか。080、その後7888ってありますね。確認しましたのガイダンスが流れると受付完了でございます。普通に電話するのはちょっと怖いんで、これ非通知でかけてみます。おそらくね、普通にかけるとね、この番号が登録されてしまうんで、それはそれちょっとめんどくさいんでね。非通知でかけたらどうなるか、やってみますね。なんかあるな。現在の設定ではリンク先へのアクセスが無効になっています。安全ではない可能性があります。が、リンクを開く場合は、マイページから設定変更してください。これどういうこと？かけれんってこと？もう一回。いけないんだ。じゃあちょっと手入力してみようか。はい、184をつけて電話しています。これ非通知ですね。マジかよ、できない。